ガスケット抜け起こしてるんじゃどういうってこと？ちょっとアジエーターの方にボコボコって吹き返すんですよ。ああ、そっか、うん、ただオイルの方にまだ行ってないっけから、まあ、使えないわけじゃないですからね。無理かけない程度には。でも水いっぱい入ってるんですか？水はそうっすね。たまにあのキャップから抜けてくるっすよ。いや、油は浮いてこないんですか？油ちょっと水の方に浮きますね。浮きますか。抜けてるんだ。エンジンの方にはまだ行ってないようだっけから、まあ、これもそろそろ一回エンジン下ろしてやりたいなと思ってるんだけど、まあ、ちょっとかかりが悪くてね。やっぱガスケット1個抜けてるから、抜けてるからかかり続かないですよね、なかなかね。うん、直さなきゃないなと思ってるんだけど、なかなか。エーテル使おう。エーテルを使おう。スターティングフルーエーテルですね。あ、普通に、うん、普通のこれ余熱がグローじゃなくてあのエアインテークっていう仕組みのやつなんで、90年代。もうちょっと古いかもしれない。ああ。